明るい恒星の一覧は、地球から見た見かけの等級順の構成の一覧である。アルファ圏 A と B の合成等級。ニックでは、この明るさに見える。衛星の小アルファは AA と AB の合成等級。ニックでは、この明るさに見える。次の2世より、合成等級を計算。南十字座。アルファ1世と南十字座。 アルファ2世 AB 合成等級での出典が見つからなかったため、個々の構成について記載次の2世より合成等級を計算。ホザ・ガンマ2世とホザ・ガンマ1世なぜか個々の星の方が明るく表記されているベテルギウスヌカス、ハーパー、グラハーム M、ブラウン、アレクサンドルグイナン、エドワード F、A ニューベラ、ヒッパーコスディスタンス2。 ベテルギウスイッツインプリケーションズザ・アストロノミカル・ジャーナルボリューム135イシュー4ピアニッシモ1430から1440論文概要ありがとうございます